杉原神、杉原神、杉原神、水原神、杉野原神は和紙の一種である。杉原神、杉野原神のほか、歴史的には単に杉原とするほか、水場、水原神、水原、水屋、水原、水原氏の表記も見られる。九州から東北の各地で生産され、中世には日本で最も多く流通し、特に武士階級が、 特権的に用いる紙として、ステータスシンボルとなった。近世には庶民にまで普及したが、明治に入ると急速に受給が失われ、姿を消した。その後、幻の紙とされていたが、近年になって、原産地が兵庫県であると考えられるようになり、現地で和紙の生産が再開された。最高後は、杉原紙の名称で、兵庫県の伝統工芸品とされている。 杉原神という名称は歴史的に二つの異なる意味で用いられてきた。一つは杉原地域で生産された和紙を指す語で、もう一つは杉原式の製法で作られた和紙を指す語である。後者の杉原神は中世から近世にかけて日本各地で作られるようになっており、杉原神や単に杉原と呼称されていた。この杉原は鎌倉幕府の公用紙となり、 大量に流通した。この頃、武士階級に一束一本という贈答品の慣習が定着したが、ここで言う、一束は通常、杉原紙を一束、一束は約500枚を意味し、武士に対して手紙を書く際には、杉原紙を用いるのが作法とされ、杉原紙は武家を象徴する和紙となった。杉原紙は極めて大量に流通して、あちこちで生産され、 様々なバリエーションが登場して人気を博したため、杉原紙の特徴を特定して端的に説明することは難しい。しかし大まかに言うと構造を原料とし、米粉を添加し、凹凸、シワのない和紙ということができる。杉原紙は江戸中期には庶民も使うほどに普及し、需要をまかなうため各地で様々な杉原紙が生産されるようになった。 江戸期に杉原神を生産していたのは九州から東北まで二十カ国に及ぶ。やがて明治期に至るが、その頃には杉原神は極めて一般的な神になっていたので杉原神のルーツがどこにあるかはもはやわからなくなっていた。例えば江戸期や室町期の文献には板月という製法が杉原神の特徴であるとの記述があったが、幕末の研究者には板月というのが どのような技法でやか、わからなかった。杉原神が、なぜ、杉原神と呼ばれるのかも不明で、もともと、杉原という土地で作られたのだろうとは推測したが、その、杉原という土地がどこなのかは、諸説は定まらなかった。室町期に、最良の杉原神とされたのは、加賀杉原といい加賀国で生産された、杉原神だったし、美濃国の杉原村が発祥とする説、 新鮮味の四千九百年もあった。近代になって西洋紙が流入すると、手作業で小規模で生産される和紙は、大規模な工場で生産される西洋紙にとって変わられるようになった。武士階級が消滅したことで一束一本の監修も、廃れ杉原紙の需要は激減し、大正時代には杉原紙の生産は全く行われないようになって、姿を消した。 杉原神は、幻の神と呼ばれるようになった。昭和初期に研究家が杉原神のルーツを調べ、1940年、昭和15年に、兵庫県、旧ハリ国の杉原谷村、合併により、神町を経て2014年現在は、高町の一部が発祥の地であると結論付けた。ハリマ国は、古代から静止が行われていた地域の一つと考えられており、 ミノ国などと、並び和紙の生産国として最も古い地域とする説もある。その中で杉原谷は、藤原石棺時代に、藤原市の荘園、杉野原省だった地域で、かなり古い時期から和紙の生産が行われていたとされる。杉原谷では、1972年、昭和47年に、当時の上町、2014年現在は、合併により高町の一部が出資し、 町立、杉原神研究所を設立し、和紙の生産を再開した。再開された和紙作りでは、かつて武士階級の間で使われたとされる杉原神の特徴的な製法、板すきや米粉の添加は言っていない。この再興された杉原谷生産の和紙、杉原神は、1983年、昭和58年に、兵庫県の無形文化財に指定され、 1993年、平成5年には、兵庫県によって伝統的工芸品とされた。極めて古い時期には、厚い紙が堅固で良いものとされており、戸籍など保存性を要求される公文書に用いられていた。次第に、紙の需要が増大すると、中国では竹を原料とすることで紙の増産を実現したが、日本では原料がもっぱら構造に限られていた。 日本では、限られた原料からより多くの紙を生産するために、紙を薄くすく技術が編み出されていった。薄い紙をすくための技法にはいくつかあり、紙の生産地ごとに異なる方法が磨かれていったが、大抵その技法は門外不出とされており、紙の名称は産地を表すと同時に、特定の製法で好かれた紙を指していたその代表が、美濃市で、元は美濃国産の紙のことだったが、 ミノで薄い髪をすくようになると、ミノですかれた薄い髪をミノシと呼ぶようになり、やがてミノシの製法が各地へ広まると、ミノさんでなくとも、その製法ですかれた薄い髪をミノシと呼ぶようになった。こうした薄い髪を作り始めたのが早かったのは、筑紫国、ハリマ国、それに越国だった。記録では七百四十六年、天平十八年に、 ハリマ国から薄紙、ハリまで産したので、ハリマしと呼んだが小僧院へ収められている。こうした薄紙は社経に用いられたほか、屏風やみこしにも使われた。平安時代になると、新たな紙の消費者層として、くげの女性が登場した。彼女たちは、薄くなめらかな紙を好み、特に薄用と呼ばれた秋ら紙を愛好した。源氏物語、枕の僧紙。 かげろう日記、泉式部日記、紫式部日記、うつほ物語などには薄い紙の良さへの言及がある。これに対し、くげの男性は厚手の構造の紙を好み、構造をふんだんに使った厚い紙は高級紙としてステータスシンボルでもあった。古代には紅葉紙を生産するために全国各地から紙の原料である構造を収める制度があり、 中央には、紙屋印が設けられて、朝廷でもチール、記録用の高級紙、紙屋紙を生産していた。中央集権化が進んで各地の国、国府が整備されるようになると、地方でも紅葉紙の需要が起きたが、紙はそれぞれの地方で調達することとされ、各地の農産地でも紙すきが行われるようになった。平安時代には、貴族階級が地方に所有する荘園が発達し、 それによって中央への効能が衰えるようになった。神も同様で、有力な貴族は地方の荘園で神を独占してしまい、中央の神や院へ納められる原料は減っていった。一方、各地の神産地では独自の聖子法が生まれ、産地固有の神が登場するようになった。例えば、越前国では、法書氏が美濃国では、美濃氏が備中国では、男子が山戸国では、 吉野氏、奈良氏が生み出されていった。杉原神が初めて記録に登場するのも、この時期である。平安後期に、藤原氏の頂点にいた、藤原忠実、1078年から1162年の日記、との歴の中で、1116年、永久四年に、忠実が、この藤原忠道、安子に、杉野原昭氏を百条送ったという記述がある。杉野原昭、 杉原僧というのは、張馬国にあった藤原家の荘園で、現在の兵庫県高町、以前の上町にある杉原国に相当する地域である。この杉野原彰子が、具体的にどのような特徴を持っていた神なのか、中世、近世の杉原神、杉原式の和紙と同質のものであったのかは不明である。杉野原彰子に限らず、 古代の紙の実物が現存する例は少なく、当時の文献も紙質に関する言及は極めて乏しい。厚い、荒いなどの表現も稀にあるが、なんと比較して厚い、薄いと述べているのかは不明で、杉原紙をはじめ多くの紙が古代から中世、近世、近代と製法が変わってきているため、同じ名称でも古いものと新しいものが同じ特徴を持ってるかもよくわかっていない。 中世に入ると、公家が地方に所有する荘園の支配権を、武士階級、守護、自党が散脱することで公家と武家の社会的地位の逆転が起きたが、それは、神の動向にも反映された。律令制度に基づく、神ア院への神原料の効能は推理し、神ア院はもっぱら中古紙を好き直しての再利用、宿しを行うようになり、高級紙としての神屋詩はほとんど、 姿を消した。また、紙の産地や、原料の産地を武士階級が抑えることで、高級な厚い紙を使うという特権は、公家から武家のものになった。杉原神は、上級年間に留付した。武家年代期、鎌倉年代期、北条旧代期によると、鎌倉幕府が成立から約30年後の1219年、上級1年に、杉原神が、 鎌倉幕府で使われるようにな。杉原神は幕府の公用紙となり、武家階級にも文書用紙として広まった。鎌倉時代から室町時代を通じて杉原神が全国の武士階級へ普及していくのに伴って、杉原神は全国で生産されるようになった。その結果として、近世、近代には杉原神の原産地がどこなのかわからなくなってしまった。 室町時代初期の諸殺例である、諸殺作法上では、武家に手紙を出す際には、杉原神を用いなければならないと定められており、武士階級の間で定着していたことが示されている。将軍や出権など、武士階級の中で上位にある者が、会の武士へ送る文書を、五教書と呼び、これにも、杉原神が用いられたことから、五教杉原、五教書、 杉原という表現が頻繁に登場する。武家は杉原神を用い、公家や女性は男子や引き合い神を用いるというしきたりは鎌倉時代に形成された。その結果として杉原神を生産が各地に広がったのだが、必ずしも受給が見合ったわけではなく、特に兼務の申請以降、公家が杉原神を用いたり、武家が男子や引き合い神を用いた例はある。 江戸期の玉勝馬が伝えるところでは、1343年、公営3年に、当院金方が、自身の日記、その太歴の中で、左大臣辞任の際に、諸説例に反して杉原神に辞表を書いたことについての弁解を行った。中世に登場した、杉原神と、武士階級を結びつける重要な習慣が一束一本、一束一巻、である。 この一束一本に用いられる紙は原則として、杉原紙とされていた。武家同士での贈答においては、水引きをかけた紙一束、一束は十条に相当する。一条が紙何枚に当たるかは、紙の種類によって差があるが、概ね五百枚。杉原紙の場合には、大抵四百八十枚となる。二、扇一本を添えて送るのが正式な作法とされた。 扇一本の代わりに、巻物、ドンス一貫とする場合もある。著名な事例としては、第醐の花見の時に、豊臣秀吉と美保院との間で一束一貫の樹樹があった例や、徳川家康と光雲光院が二束を送った例が、知られている。戦国時代には、各地で、紙すき部落が形成されて、地域の紙の需要を賄ったが、江戸時代になると、 紙の消費者層として新たに、庶民、町人が加わって、生活必需品の一つとなり、紙の需要はますます伸びた。江戸時代には、浮世絵などにも利用された。一方、旺盛な需要を賄うために、紙の生産が農村で奨励されたが、これといった特産品を持たない山村や農村では、構造さえあればすくことができる紙は貴重な現金、収入源となった。 構造以外の原料から紙をすく方法も広がり、増産のために稲わらなども用いられた。藩生の下で、各藩ごとの自給経済が営まれ、紙の専売性を敷く藩も少なくなかった。特に需要の多い杉原紙は、多くの藩で生産された。中世には、杉原紙の主要な産地は、ハリマ国、加賀国、須王国だった。近世には、加賀国、須王国、 岩見国、備中国、武前国、越後国などへ拡大し、江戸中期の和漢3サ,サイズウェア、新選手間には杉原神の産地として20カ国ほどが挙げられている。例えば、備中、ビンゴの杉原神では上等品として、三吉杉原、中東の足森杉原や備中杉原というように、同じ産地でも区別があった。杉原神は、大きさ、班によって、 小杉元、中杉元、大杉元と区別され、大杉元は手紙や文書に用いられ、小杉元は花紙に使われた。室町期には水和という呼び方が生まれた。女性の間では水という簡略型が好まれた。杉原紙の産地が拡大し、製法や品質も多様化したが、結果として後の時代から見ると、 杉原神固有の特徴というものはよくわからなくなっていった。教法年間の研究家、藤定館はその著、高古小録の中で古代の杉原神の特徴として板隙を挙げたが、幕末、明治期の研究者には板隙がどのような技法を指すのかわからなくな、いた。杉原神からかなり遅れて、江戸時代の中期から後期には、美濃市の西法が全国へ広がった。 米粉の添加によって中外に弱い杉原紙に対し、美の死、米粉を添加しないことを気づきと称する和六、保存用に向いていた。また、近世に盛んになった印刷にも薄口の美の死が適していた。近代に入ると安価で大量生産可能な西洋紙が流入し、競争力の低い和紙の産地は淘汰されていった。 杉原神にとっては、武士階級の消滅によって、一束一本の贈答令が捨たれ、主要な消費層がいなくなった。明治二十年代には、美野市が圧倒的になり、杉原神は、市場から姿を消した。兵庫県、旧、張馬国の杉原谷では、生産する神の種類を変えて、神好きが続けられたが、やがて、それらの集落が無人化したりして、大正時代末期には、 完全に姿を消した。杉原神はかつて、天下の長神と称されたが、大正期に生産者がいなくなると、由緒も製法もわからなくなって、幻の神と言われるようになった。言語学者の新村でと英文学者、和紙研究家の譲学文章は、失われた杉原神のルーツを研究し、1940年、昭和15年に、兵庫県の杉原谷村、合併により、 上町を経て2014年現在は、高町の一部が発祥の地であることを突き止めた。1972年、昭和47年に、当時の上町が出資し、町立、杉原神研究所を設立し、紙の生産を再興した。上町ではほぼ全戸にあたる1900戸の住人が、構造栽培し、1個1株、運動、杉原神研究所に収めて、 紙すきを行った。再考された杉原紙は、乗り入りや、車すきを行っていないため、中近制の杉原紙とは質に違いがある。現在の杉原紙は、構造だけを原料とすることで、強靭さや独特の手触りが特徴である。再考後の杉原紙は、1983年、昭和58年に、兵庫県の無形文化財に指定され、 1993年、平成5年には、兵庫県によって伝統的工芸品とされた。現在、同研究所及び隣接する、道の駅杉原上の里、高などで販売されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。